こういうトンプ戦とかをやるときのなんか心構えというかですね、なんか多分初心者の方とかもいらっしゃると思いますんで、なんか心がけてること、普通の、トンプ戦と違うことっていうのをちょっと改めてお聞きしたいんですけど、堀さんとかその辺どういう意識で出てますか？そうですね、単純にトンナン戦と違って、これちょっとね、大会の上位入賞を狙うとなるとトップっていう感じになるんですけど、そういうのがないとしたら、上がりの価値と報酬の罪がそれぞれ大きくなる感じですね、トンナン戦より。トンナン戦で例えばトンパチ1000点とか上がってもあんまり偉くないじゃないですか。それがトンプ戦だとかなり価値が出てくると。なるほど。そこが一番の違いかなと思います。